c a ア l プ p 時刻は6時57分です。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。おすえー、須田さんはあ、日本放送のサブブースからのご出演となります。今日もよろしくお願いします。いますはい、お願いします。スタジオにね、えー、超過格式届いてますが、やっぱりデイリースポーツ、今日はあの、あのキーを投手が、えーえー、亡くなったと。 六十四歳ということを考えると若いですよね。あのー、阪神ね、はいえ、暗黒時代、まあいつも暗黒時代みたいなもんなんだけれども。<laughs> これを支えたね、名、ね、投手でしたよ。本当に。85年の優勝の後、ボロボロになったタイガースを87年から90年までのね、支えたと。はい、開幕投手もやりましたもんね。そうですね。えーうん、まあそういった点ではね、うん、あの、非常にこうね、安心できる、えー、投手だったんだけども、まあ早いですよね。 はい、早すぎるんじゃないかなと思いますけどね。ねえ。またあの、死因がわからないということもあってね。うん、そこら辺がまたいろんな憶測も読んでしまうところであるんですけれども。まあ、何しろ、キーヨが上がった日だけは勝つというようなね。ええ、<laughs> まあ、古軍奮闘っていうのがね。まさに、ね、何や間に合ってましたね。でも、キ業ヨにしろ、フィルダーにしろ、結構メジャー、 から来た人多かったですよ、ね。でフィルダなんてあの戻ってからまた活躍してね。本当ですよね。デトロデスでね。本当。今日もよろしくお願いします。はいお願いします。五月四日月曜日緑の日。時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一花です。 あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。安倍総理、今日緊急事態宣言、今月末まで延長を表明。 政府は今日新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について全国を対象として今月末まで延長することを正式に決定しますこれを受け安倍総理は夕方6時から記者会見で国民に協力を呼びかけます、えー、今日夕方の会見では、まあ、この1ヶ月程度の延長の理由などについて、えー、説明をするということでありますはい まあこの延長の、ねえー、方法だとか、是非とか、まあ、結構いろんな情報が出てきましたけれども、まあ今日正式に発表するという流れです、うんあのー、ですからね、あのやっぱり大前提としてはね、はい、あのやっぱりこの感染拡大を防ぐために、必要と思われること、必要なことじゃないです必要と思われることは、まあ、全部やると。 結果的に意味がないことであったとしても、なドになってね、はいえー、とりあえず今の現状は全部やるってことは、私は大賛成なんですけれども、うん、ただ、後々の検証は必要になってきますよ。はい、ただ、えー、それに対しててですねやっっぱり丁寧な説明っていうのは 私は必要だと思うし、じゃあね、やっぱり、えー、国民にこれだけの負担を強いる以上、ですね、えー、現時点で、つまり、えー、現時点というよりも5月6日まで期限を区切ったわけですからね、はい、6日の時点でどういう状況になっているのか、うん、なっていたのか、そして、えー、これを収束させていく、あるいは緊急事態宣言をですね、はいえー、解除するためには、えー、何があと必要なのか、うん、それを目に見える形でね、はいまあ、見えるかっていうとね、あんまりちょっと陳腐な言い方で好きじゃないんだけれども、 えー、国民がですね分かるような、理解できるような形で、えー、具体的なと言ったらいいんですかね、えー、形で、えー、提示しないと、はい、いや、一体いつまで続くんだという不満がやっぱり出てきますよね、えーえー、ここはねうん、まあ。その一頃言われていた、その1人の、まあ、患者1人がどのぐらいの人にこう感染させるのかっていう、その再生産数という数字が出てこなくなりましたよね、えー、そうなんですね。あのー、でですすから、えー、4月1日にですねの、はいえー 専門会議の方から、東京都は1.7ですよと、だから一、えー、人の感染者が1.7人感染して、このまま放置すると、うん、爆発的な感染拡大につながりますよということだったんですが、はい、あの実はですね、これ、1か月以上にわたって、えーまああの、新しい数字が出てきてないんですね、うん、ただし、5月1日に 1>、はいえー、専門会議が記者会見開きました、ええ、でその時はですね1.0を東京は下回っているというようなグラフが提示されたんですよ。うん しかし、各都道府県については提示されていない、はいえー、ただ、その後を見てみると、また1.0を上回ったなんていう話も出てきてるぐらいでね、うんでまあ、その、えー、実行再生産数が一体どの程度なのか、はい、そしてどの程度になったら、これが宣言が解除されるのか、うん、これ1点目、そしてもう1つはね、うん、やっぱり、あのーえー、当初のです、ねきあのーえー、対象地域になった以外の地域、うんねえー、7つの都道府県以外に対しては、ですね、はい、やっぱり感染者が、えー、追えない、感染ルートが 感染経路が明らかではない、つまり、個発例と言われているケースですよね、ええええ、これが50%を超えたところが指定地域になってるんですよという説明がされてたんですよ、少なくとも私、静岡、京都等々で聞いてましたから、はい、でそうすると、これが一体どういう水準になってるのかというところも、ですね、はい、やっぱり具体的な数字で示さないと、えー、納得、理解してもらえないんじゃないかなと。 でどうしてかというと、やっぱり相当な経済的な痛みを伴ってるんですよ。やっぱり、あのーまあ、飲食店だけじゃないんですよ、さまざまな業種で負担を敷いて、結果的に家賃を払う、人件費を払う、等々で固定費がかかってしまって、赤字がどん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 垂れ流しになっていって、えー、これ、一体いつまで持つのか、はい、自分たちの現金が、えー、手元のキャッシュがですね、途絶えた段階でアウト、あるいは、そのね、つなぎ融資を受けるのはいいけれども、ただからそれだって返さなきゃならない。 えー、将来、メドが立つのかどうなのか、はい、そのあたりも不,満不安だという中においてはです、ね、やっぱり具体的に、えー、説明していかないと、うん、そういった不安というのは解消できないはずなんですよねまあこれね、あの一方で数字がよくても、その病床だとかのこう空き具合とかで,で、ね、今も続けなきゃなんないという説明があるかもしれないし、まあその辺もきっと変数としては入ってくるでしょうけれども、今はなんかそういうのも何も、判断基準がみんなわかんないっていう状況なわけですもんね。えー、で加えてもう一 問題なのはね、えー、じゃあ、責任の取材は一体どこにあるのか、はい、専門家会議なのか、うん、政府なのか、うんね、そのあたりが全く不透明だっていうのもね、責任を負わせるっていうのは事故の処理でいいんですよ、ーーただ、まあえー、やっぱりあの最終的な、もちろん総理なんでしょうけども、うん、そのあたりもですね、はい、ちょっと見えてこないところが、やっぱり不安なんではないかなと思いますけどね。うん えこのコロナウイルスについて後ほど「おはようニュースネットワーク」のゾーンでも取り上げます続いて C の日本放送ニュースですおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です 今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです北朝鮮韓国に向けて4発銃撃韓国軍合同参謀本部によりますと昨日3日朝南北軍事境界線の非武装地帯で北朝鮮側が韓国側の軍監視所を銃撃しました 4発の弾痕が確認され、韓国側は対抗措置として北朝鮮に20発の警告射撃を実施。韓国側の人員やあ装備の被害は出ておりません。え昨、ー、おととい2日には北朝鮮の国営テレビで、金正恩委員長が先月11日以来となる公の場、 えー、肥料工場の竣工式に出席した様子を伝えていて、まあ、メールでも、これが、えー、どうなんですか、本物なんですか、影武者なんですかというような、えー、こともいろいろいただいておりますが、薩田さん、この一連の北朝鮮の動きはどうご覧になってますか。えーあのー、ですからね、大前提としては、えー、影武者かどうかは別としても、ですね北朝鮮が公的にですね2日時点で、金正恩委員長がですね生存しているという情報を発信して 一番大きなポイント、はいえー、加えてです、ねあの、私なんかもそうなんですが、はい、あのそういった点でいうと、死亡、あるいは重篤説を信じてたものからするとね、まんまとしてやられたかなと、騙されたなというふうに思うんですよ、うん、で加えてです、ねあの、ちょっとこれ、私なんかはなぜそれを信用したのか、重篤説、死亡説を信用したのかというと、はいあの、全く無関係な複数のソースから、えー、やはりそういった情報が寄せられた1点目、はい、2>, で2点目としましてはです、ね、 実は日本政府も、5月に入った段階で、えー、失礼、えー、4月末の段階かな、北朝鮮サイドが重大な発表を行うという情報をキャッチして、はい、でそれをモニタリングしてたという経緯があるんですね、もちろんその重大発表というのは、その健康状態に関することという認識の下、緊迫した感じが、ね、ものて伝わってきたわけなんですけれども、えー、そうすると、どうなんでしょう。 ねこれまあ、その死亡説、重篤説というのは、うん、ある種意図的に流された、北朝鮮サイドから意図的に流された、えー、情報ではなかったのかという疑いが濃厚になってきてるわけなんですね、うんはい、でその意図は何なのか、目的は何なのかというところは、今後、検証していかなきゃならないんでしょうけども、はい、そういった点でいうと、うんえー、アメリカ、あるいは日本も含めて、ですね世界各国は、えー、まんまとしてやられたなという感じがしてなりませんよね、うん、でただあのそうは言ってもですね。 あのこれ、あまり大きな報道はされてませんけれども、はいえー、北朝鮮の公的メディアが、ですね、えー、日本に対して、極めて厳しい論評をここ最近載せてみたり、これは靖国神社のね献花、はいえー、の問題な、あの花を贈った問題なんですけれども、<ー>これに対して厳しい論調を載せて、はいえー、安倍政権を強く批判してみたりですね、いろいろと動きがある、えー、その中で今回の銃撃戦というふうに位置づけますとね。 はい。あのやはりえー なあ大きく、えーい、いろいろと状況が、えー、北朝鮮を取り巻く状況がですね、うん、揺れ動いていることは、これ、間違いないだろうなと思いますよね。うんうん、で、少なくともですね、これ、まあ、普通のね、西側先進国でも、今回のコロナウイルスの問題で、経済的に大きな大きなダメージを負っていることは間違いない。はい。で、もちろん北朝鮮はね、えー、国連の経済制裁を含めて、えー、そうじゃなくても、えー、経済的に大きな影響を被っていたことは間違いなくて、うん、で、そこにコロナ ウイルス問題が加わってくると、はい、相当的に、相当に、えー、経済的に逼迫してるんではないか、うん、で加えてそれに対する、えー、要求といったらいいんですかね、事態を動かしていかなければ、うん、あるいは、えー、体制が持たなくなってくるんじゃないかなという感じもしてなりませんよね。うんうん まあその辺ね、コロナウイルス自体が、じゃあ、北朝鮮の内部にどのぐらいこう蔓延しているのかっていうの、まあ、これも諸説、飛び交っているところではありますけれども、中国の医師団が入ったなんていうね、えー、もちろんその金正恩氏の治療のためという向きもありましたけれども、一方で、このかなり蔓延が広がってるから、国際的な医師団の派遣とかをしないと、もう持たなくなってるんじゃないかというような読みもありますよね。えー、あのですから公表されたた、えー、肥料工場をを視察した映像を見ています もちろん金委員長はマスク姿ではありませんが、うん、それを取り巻く SP が黒マスクをしている、あるいは、しゅんこう式に出席した、えー、人々はです、ね、マスクをしていたという状況もありますから、やっぱり北朝鮮国内においても、そのコロナウイルスの影響が大きく及んでいると見ることは、これ、間違いないんじゃないかなと思いますねうん、まあ、その辺ね、4月の,その11日、まあ金正恩委員長がこう出席したまあ会議。 などでは、あの誰一人マスクしてなかった映像が確か流れてましたから、そういう意味では、この中も相当、まああの国は自分の意思でマスクをつけるというよりは、上から言われてっていうところですもんねそうですねですから、あのおそらくあの映像の中のマスクというのは、えええー、金正恩委員長を、えー、リスクにさらさないためというのが、最大の目的、狙いなんでしょうけどね。 まあ、そして、あのー、存在が取り沙汰されるのが妹のヨジョン氏。まあ、あのー、かなりこう、昇進をしたというのもあって、それこそこの、お重篤説などの中で、ヨジョン氏が取って代わるんじゃないかというような話までありました。まあ、こういう話が出てくるってことはやっぱりかなり、 こう体制が動揺しているんじゃないかというふうにも見えますが、どうですか。そうですねあのですから、えー、今回のね、えー、要するに銃撃、えー、についてですね、はいえー、韓国サイド、えー、韓国の、えー、軍、あるいは国家情報院、国庁員ですね、はいえー、などが、ですね要するに軍をまだ、えー、金正恩委員長が掌握してるんだということを示すために、銃撃が行われたんじゃないかという、非常に非常にうがった。 見方をしてるんですよ。ええええ、で、それを裏返しますとね、はい、要するに、え相、ー、当その軍を含めて、えー、体制が揺れ動いてるんではないかということも、えーね、北朝鮮に近い、えー、韓国のですね、はい、えぇ、ー、EP からすると伺えるんではないかなと思いますけどね。うん。まあ、これ、中国とか、まあ、あの、トランプ大統領は少し、あの、コメントを出しましたけど、 中国などが、その大手を、もろ手を挙げて、こう、素晴らしいと、よかった、みたいなことをコメントとして出していないと、一方で韓国が、あの、掘れ見たことか、金正恩氏は健在なんだっていう出すことで、なんかその違いがすごく、こう、浮かび上がるような気がして、ええ、中国があまり、こう、コメントを出してないっていうのは、本当、果たして体制として、北朝鮮の体制としてどうなんだというふうにも思っちゃいますよね。うん で加えてねええあの、ツイッター上でも伺えるように、えー、トランプ大統領の言動が非常に不可解なんですよ、要するに健康を祈ろうとかね、はい、で、前まで言ってましたよね、にもかかわらず、えー、喜んでみたりですね、だから、あのー、これはね、ままあ、大前提すると、もしかするとアメリカにも正確な情報が、つまりトランプ大統領サイドにも正確な情報が入っていないっていうことの表れなのかもしれませんけれども。 けども、うん、ただ、あのー、そういった点で言うと、ですね、やはり何か異変的な、ね異変な、えー、動きがですねあったんではないか、あるというふうに認識されてるんじゃないかというふうにも思いますよね。うん えー、そしてもう一つ用意していたニュースが、えー、緊急事態宣言の延長です、経済活動再開の指針も今日表明ということで、これ、あの都道府県によってそのコロナウイルスの、まあ、流行の仕方というのが異なるということもあって でまあ、こういう,う経済の一部緩和ということが出てきていると思いますけれども、これやっぱり全国一律というのは、もう持たないということですか,、うん、あのですから、そもそもね、47都道府県に対して、すべての都道府県に対して、緊急事態宣言の対象地域にしたということが、果たしてどうだったのか。 とといいううことになってくるんだろうと思いますよ、ねはい、でもちろんね、大阪のケースは、特定警戒都道府県というね、はい、13の都道府県になってるわけですけれども、えー、その中においても、13の都道府県の中でおいても、えー、ばらつきがある、北海道なんかは第2波がやってきたとも言われてるわけですからね、でねはい、で先ほどの、ねえー、話ありませんけれども、あのー、12分にです、ね、実効再生産数が下がってきている、うそういった地域もある、はい、あるいは病床に余力があるところもある。つまりこれは、えーえー 軽症者、ね、患者については、はいえー、ホテルを中心としたあのところに移ってもらうということをやって、病床の空きが出てきたというところもありますし、はい、そういった点でいうと、その地域、ね、ごとにです、ね、バラバラになってきている、もともとね、この特措法、特別措置法を見てみるとです、ね、はい、やはりその,、えー、その対応を受けて、措置をするのは、やっぱりそれぞれの首長ですから、ね、知事ですから、はい、それが自らの責任に応じて、自らの地域の実情に応じて、 手を打っていくとい当たり前のことだと私は思いますけどね。まあこれね、あのー、そうやって まあ首長が実行はすると、で、えー、全体としての方針はこう政府が決めると、でなんかそこのお根拠みたいなものがあんまり見えないということが、なんか不安を呼んでるようなところもありますもんね。そうでですね、うん、で加えてもう一つは、そのよす要請をするならば、自粛要請等々の要請をするならば、はい、その経済的な支援策とワンセットだと。はい 要するにナイスだよ触れないみたいなね、ええ、いうところが拙速な行動を招くとなると、ええ、それはそれでまたおかしな話になっちゃいますよねその辺まあ補正予算であの、地方への特別交付金という形で1兆円は積みましたけど、これで足りるかっていうと、そんなことはないですよね。まったく 足りないでしょうね全く足らない、全く足らない 2>, うん2時、3時やっていかないと、ええ、これ、まあ、地方経済含めてね、も、ええ、たなくなってくるんじゃないか、それをやるのが国の仕事なんですよ、逆に言えばうん今の段階では財政力に応じて、地方格差みたいなものができてきちゃってますもんね、これまあ東京が断トツでね。っていうことになりますね。 えー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本放送で起きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお送りしましたおはようニュースネットワークコロナの話と北朝鮮について詳しく伺いました日本放送飯田浩次の OK 工事アップ教えてニュースキーワード 7時26分になるところです。さあ、今週のこの時間は、コロナで潰すな店と生活と題しまして、新型コロナウイルスの影響で厳しい状況に置かれている人や企業に対して行われる様々な支援策について、具体的な中身と申請方法を掘り下げてまいります。 いやー調べるといろいろあるんですけど、それが一つ一つが縦割り行政みたいになってるので、うん、なかなかね、あさんこう、横断してっていうのがないんですよねそうですね、そこが日本のね、うん、一番の大きな問題点ではないかなと思いますけどね、うん、で初日の今朝は、ですね1都3県の感染拡大防止協力金であります。まああこれあのの都道府県によって対応が異なるので、えー 1都3県をまとめてご紹介いたしますが、えー、申請のための書類はですね、1都3県ともおフォームあるいはネット ホームはネット上かもしくは、え、都や県の機関に、え、現物が置いてあります。で、ただ大型連休中休みですんで、今、この段階で今日やろうかなって思うと、ネット上でね、え、書き込んでからファイルを作ったりだとか、書類をまず印刷して、そこから書き込むかということをしなければいけません。で、どの自治体もですね、活動内、事業内容と、事業活動と内容を具体的にどのぐらい休業したかなどを書き込む書類を作成するというプロセスを踏みます。で、休業 したこことととががわかるるお写真やポスタターーななどのデータが必要になってくるというでですでまず東京都です、こちらは感染拡大防止協力金という名前、要請に従って対象となる個人事業主や中小企業が一定期間営業をしなかった、もしくは営業を短縮した場合に50万円か2箇所以上を経営されていると100万円をもらえるという2択となっております。 で、先週末受付から1週間となったんですが、およそ3万5000件申請があったということです。で、これだけ申請があると、それを審査するのに人手がかかって渋滞してしまうということがありますので、とはあらかじめですね、専門家と呼ばれる、 税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士、青色申告会などに事前の確認をしてもらうように、えー、推奨しています。かなり強くお勧めをして、えー、お墨付きで確認作業の手間を省くということをやってるんですが、ただ、えー、今ですね、あの、都がチェックした書類のうちおよそ半分は事前確認なしできていると。 いうことです、すでまあ、おそらく申請される方もですね、いや、これ、専門家のお墨付きって確かに、もらえりゃ欲しいけど、お金かかるだろう、ということで敬遠したかもしれないんですが、実はですね、その、例えば、あの、税理士さんにお願いしたりとか、公認会計士さんにお願いしたりとかする場合には、その代金はですね、えー、あなたに請求はいきません。都が負担します。 なので、専門家に頼むって、あのー、負担なしでいけるんですよ、この件に関しては。なので、あの、申請書の書き方がわからない場合にもサポートしてくれるところも多いでしょうから、事前確認をぜひ行っていただいて、え、え、その方が結果スムーズにいくということであります。 えー、続いて神奈川です。こちらも先週末から、あ拡大防止協力金受付が始まりました、えー。対象となるのはバーなどの夜の営業をストップしてした店や、えー、ペットショップ、古本屋さん、スポーツクラブ、飲食店など多岐にわたっております。対象かどうかホームページでご確認ください。 で、交付される額は休業した場合、自分で所有するお店や事業所は10万円。賃貸の場合は20万円。で、2箇所以上だと30万円となっております。これ、額は千葉県も同じです。で、あの、神奈川も千葉もですね、えー、提出書類について、東京のようなですね、専門家のお住み付けはいらないようなんですが、えー、神奈川の場合は早くも書類の漏れが多くなってます。で、特に何が漏れてるかっていうと、 以前の営業時間、コロナの影響を受ける前、自粛をする前の営業時間がどんなだったかっていうのがわかる書類が書けていると。これ。 あの、ホームページがあれば、ホームページの営業時間のところを、ま、移したりなんかすればいいし、あるいはあの、営業時間が、ああ、もともと書いてあった看板とかを写真撮るだけでもいいので、そういうものを添付、忘れないでね、ということを言ってました、ね。え、それから神奈川はですね、鎌倉市や箱根町などの9の市や町で独自の事業者支援を発表しております。さらに12の市や町が検討しているということですんで、県のホームページと合わせて、市や町のホームページもちょっとチェックをしてみてください。 え、それから千葉県です。え、千葉県中小企業支援、え、再建支援金と、え、千葉県中小企業再建支援金という名前で、 えーゴールデンウィーク明けの7日から申請受付が始まります。えー、対象は県内におよそ12万社ある、従業員300人以下の中小企業のうち、え前の月の、前の年の同じ月との売り上げが50%以上減少したという事業者です。えー、支給額は神奈川県と同様、10、20、30万円のいずれかということで、え県のホームページで対象かどうかをチェックしてみてください。ちなみに、 千葉はですね、受付期間が長くて、8月31日までの受付となっております。え最後にえ、同じくですね、ゴールデンウィーク明けから受付が始まる埼玉県。えこちらは中小企業個人事業主支援金という名前で、え他の都県とはちょっと計算方法が違います。え4月の8日から5月の6日までのえ間に20日以上え、埼玉県内の事業所を休業していると20万円の支給と。 なりますで、休んだ日じゃなくって、売り上げが全くなかった日も1日とカウントします。で、また、営業時間を短縮した日だとか、テイクアウトオンリーの日というのは0.5日とカウントするということなど、弾力的にこれ運用を行うとしております。で、え埼玉の場合はですね、支援する業種には限定がありません。ただ、中小企業の定義がありますんで、ホームページで確認してください。それから埼玉はですね、フリーランスの方というのも対象となります。ただ、フリーランスの 方は休業認定ちょっと審査にお時間いただきますと書いてあります。まあ、時間かかりますけどもフリーランスの対象に入れたというのは画期的だということだそうです。さあ一都三県の対策ご紹介いたしました須田さん。うん、まあね特色はありますけれどもいずれもこう鳴りわいを救おうというような。 道具立ててにははなっいいるようです、はいあのー、その動機は、ね、非常にいいことなんですけれども、ただ、うん、どうなんでしょうね、一都三県あの、隣接している、ね、自治体ですよね、はい、そうすると、ね、自治体によって、えーまあ、金額、特にもらえる金額がばらばらばらつきがあるっていうのは、そうです、ね、さあ、あのーね、仕事されている方は、事業されている方はどういうふうに受け止められるのかなと、うん、やっぱり不満がそこに出てくるのかなと、そもそもこの感染拡大防止協力金というのは、はい。後から出てきた話ですよね。当は、えー こここのとととに対ししてて保証はしないというところがあってきたただ、うん、地方のこの反乱が起こったためにです、ね、うん、やむなく、えー、交付金でそれを賄うというのを容認するという形を取ったわけですよね、ですから、そういったところでちょっとばらつきが出てきたのかなと思うわけなんですよ。やっぱりここは国が一定水準決めて、うんえー、きちんと財源を確保するということが必要だったんではないかなと思いますけどね。結局東東京京が突出してるのは東京は独自 財源でできるからで、他かの 3, 3件は、やっぱりその交付金、うん、国の予算がつかないとなかなか出せないということが、まあ、裏にはあるわけですもんね,はねで結果的に金額のばらつきが起こって、その納税者が、えー、損するなんていう事態はね、はい、絶対に回避してもらいたいなと思いますけどね。う えー、明日以降もコロナで潰すな店と生活ということでさまざまな支援策について紹介をしていきます、えー、今日の「お教えてニュースキーワードのゾーン」でした、okay. ーメールやツイッターでいろいろいただいております、あのー 今日はね、えー、自粛に伴う、まあ、えー、感染拡大防止協力金というものについて取り上げましたけれども、えー、とりあえずさん、えー、ツイッターでいただきました。え税理士さんへの報酬、自治体持ちなんだ早く言って。 でよーといただきました。まあ、これはあの東京都の例ですけれども、おそういうことになっております。えー、それから、あマイナンバー活用しないのかねと一度申請したら済むようにしてほしいな、というようなこともいただいております。まあ、マイナンバーは、今回、 そうですねそこまで使ってないと、うん、ういうことですけれども、まあ、これねあの、給付金、あの一律一人1万あ10万円の部分には、まあ、マイナンバー使うと早く出るみたいなことはあるみたいですけれども、ねうん、あのですから、マイナンバーカードが普及してないということと、銀行口座にね、えー、紐付けされてないっていうケースが多いと、はい、これやったら本当にね、えー、スムーズに進んだのかなと思いますけど、ねうんうん、さあこのあは、羽田美智子さん登場、いってらっしゃいです今週のテーマ手紙についてです。 アップ時刻7時44分です。お送りしております。日本放送、飯田浩二、OK! 工事の OK ジーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庸一課がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの須田慎一郎さん、日本放送のサブブースからの登場です。菅さん、引き続きよろしくお願いします。お願、はいします。お願いします。います続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープー 安倍総理憲法改正必ずや成し遂げていくと訴え安倍総理は憲法記念日の昨日ジャーナリストの櫻井よしこ氏らが主催する憲法フォーラムにビデオメッセージで参加しました新型コロナウイルスの感染拡大を受け憲法を改正し緊急事態状況条項を創設する必要性を訴えました まあ、例年ですと集会という感じ、まあ、シンポジウムという形で開かれておりましたが、今回は、ああそういった形を取らず、え動画投稿サイト YouTube で中継をされた。その中に、まあ、総理ビデオメッセージを寄せたということであります。まずはそのビデオメッセージの一部お聞きい,いただきます。先の参議院選挙において、我々自民党は国民の皆様から憲法改正の議論を前に進めよう。この力強い指示をいただき、 また各種の世論調査においても「議論を行うべき」という回答が多数を占めてきております憲法改正への挑戦は決して絶やすい道ではありませんが必ずや皆さんと共に成し遂げていくその決意に裏切りは全くありません とお聞きいただきました。まあね、あのー、この緊急事態条項についてっていうのは、前々から言われていたところでもありますが、一時期はね、えー、憲法9条の改正ということを、まあ同じように憲法記念日に、えー、読売新聞のインタビューかなんかで総理が明かしたことがあって、 ってこう流れがいろいろ変わってますけれども、菅さん、どうご覧になってますかあのですから、ある意味でねあの、改正の必要、あるいは新しい法律を、えー、制定する必要、具体的なその必要性をいうことを立法事実というふうに言うんですけれども、はい、そういった点でいうと、今回の、ねえーうん、コロナウイルス問題を受けて、はい、そういった立法事実がです、ね、明確に表れになってきたんではないかなと、うん、つまりそういった必要性もないのにね、はい、改正するとか議論するというのはなかなか、えー、ね、 あの分かりにくいところがあるんだけれども、えー、やっぱり今、必要なのかどうなのかということを、やっぱり議論する必要性は、私はあると思うんですよ。ですからね、そういった点でいうと、えー、各種世論調査を見ていくと、はい、やっぱり解説する方がいい、あるいは解説すべきじゃない、えー、というのはね、賛否両論,論、拮抗してるんですけれども、えー、ただ議論はすべきだろうというところが体制を占めていく、ですから、まあ、一部メディアの世論調査、極めてですね恣意的に世論調査を行う。 最近はですね、改正すべきかすべきじゃないかというね、聞き方をに主体を置いてるわけじゃなくて、はいえー、憲法改正、急ぐ必要があるのかないのかっていうね、はいえー、急ぐ必要がないが、えー、圧倒的な数なんだから、はいねえー、憲法改正必要ないっていうような無理くりなロジックを立てて始めてるというね、うそこから見ても、ですねやっぱり、えー、議論は開始していくべきじゃないのかなと、うん、だって、えー、急ぐ必要はないけれども、憲法改正必要だ。 といううられるわけでですすからねねまあそよだから、うんえー、少なくともですね今回の件で、はい、やっぱりその必要性の有無というのがね、うん、一つ大きな焦点、つまり緊急事態条項の部分については、必要性の有無というところが一つの焦点になってきたわけですから、はい、この部分とやっぱり、9条改正のところも含めてね、えー、やっぱりきちんとですね国会で議論していく、うん、で憲法審査会というところでやるわけなんですけれども。はい ただ、この憲法審査会って何かね、要、えええー、するに、えー、時々集まってちょっと話しようよっていうことではなくて、国会のきちんとした期間であって 特別委員会に、えー、位置づけられる、つまり、うんえー、国会の正式な機関なんですよ、はい、なんかサロン的なものじゃないんですよ、えー、だから仕事ちゃんとやれよと、いや本当にこの憲法審査会というのを決められた日時でもって、ちゃんと開いて議論をしていこうじゃないか、これ、当たり前の話だと思うんですけどねうんもうね、その入り口のところで議論すらしないっていうようなことに、まあ、特に野党を中心としてなってしまっているというのは、そうなんですよねで。しかも憲法審査会って 毎週木曜日にしか定例で開かないというふうになっていて、これも少なすぎんじゃないかと、ってことは年間、あのどんなに頑張ったって50回ぐらいしか議論しないってことじゃないかと、うん、いうふうにも思いますねただ、その50回ぐらいはせいぜいやりましょうよと<ー>いうところもありますしね、で加えて、ですねよくね、ごまかしというか、ですね、はい、ミスリード、意図的なミスリードが行われてるんですよ、うん、安倍政権下での憲法開催、許さないっていうの、はい、まあ、安倍政権下だろうが、どの政権下だろうがいいんだけども、うん、憲法改正許さない。別に国 会議員がこれ決めるわけじゃなくて、最終的には国民投票で、つまり我々国民が、ね。 決めるべき話なんだから、別に国会議員勝手に決める話じゃないんだろうなと思いますけどね。しかもそれがその安倍政権下でとか、特定の政権下では議論すらしないって、えあの、君たちの好き嫌いがそんなに優先されるのかっていう、普通の会社だったら、絶対許されないですよ、ね、そうですよね、だから、じゃどの政権下でやるのかっていうね、いう問題になってくるんじゃないかなと思いますけども、ですからね、ありとあらゆるその、ねえー、ごまかしという、 そういうね、まあ、間違ったです、ね、指摘でもって、この憲法改正を足を引っ張るっていうことはね。 じゃあ、果たしてこれ、国の国のためになってるのかどうなのか。で、例えば、えドイツはですね、その基本法、憲法にあたる基本法でですね、確かに緊急事態条項にあたるものはあります。ただ、今回についてはですね、それは発動してないんですね。で、それを使うか使わないか、あるからすぐ使うということではなくてですね、えそのあたりの弾力的なね、運用ってできるわけですからね。ですから、その備え売れば払れば、売れなしじゃないけれども、要するに今回の、 じゃあ、果たして、えー、緊急事態宣言が、 果たしてどうだったのか良かったのか悪かったのかうん、うん、問題があるとすればどこなのか、はい、それとも問題はないのか、えー、その辺をきちんと検証した上で、その憲法改正の議論に結びつけてほしいなと思いますけどね。うん。まあ、あの、強制力がない中でどこまで効果があるのかっていうのと、あとは強制力がない中でも、その、あの、世の中の空気でその自粛警察みたいな、何でもかんでもけしからんみたいなものがこう、はびこることで、自粛の効果は出たかもしれないんですけど、社会全体がなんかすごく ギギスギスしちゃってるような感じもして、これも不健全じちゃ不健全ですよねいや、ですからその自粛警察っていうのは広い意味で、はい、私の刑、臨時ですよ、これは憲法によってきね、それこそ規制されてるっていうか、禁止されてるわけですから、ね、えー、えーえー、そうですよね、しかもそれが法律の根拠なく、うまあ、ある意味、実行されてるのか、そういう空気になってしまっているっていう、これはね、あの非常に。 こう不可思議なことになっちゃってるっていうのも、結局、この憲法に規定がないからっていうところにまで突き詰めるといくわけですね、うん、つまり、こういった曖昧な状況を、えー、そうすると違憲状態を生んでるというふうにやっぱり考えるべきじゃないのかなぁと、はい、やっぱりそこはきちんとですねハンドリングていうか、コントロールしていくためにも、ですね、はい、きちんと明記する、明文化するっていう作業が、やっぱりね、絶対的に必要だと思いますけどね。う えー、今日のスクープアップ憲法改正について、えー、詳しくお話をいただきましたこのコーナーを含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください時、okay. 時刻は7時52分ですあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてさまざまいただいております えー、この感染拡大防止協力金各都道府県、まあ、1都3県の取り組みについてご紹介しましたが、サバミソさん、ツイッターです、埼玉かなり柔軟に対応しているね、知事の差なのかなと、まあ、フリーランスも OK ということ、あと、えー、先々週、インタビューに行きましたけれども、もうあの写真1枚でも申請できるぐらいの簡素な仕組みにしたいんだということを、ね、大野元弘知事はおっしゃってましたけれども、こういうところは首長のリーダーシップってものがおのの変わってくるところもありますかね。 さんやっぱり優先順位がどこにあるかってのよく大野知事、分かってますよね、やっぱりスピード感なんですよ、今回の件でいうと、はい、そのスピード感を最優先させるためには、何をどうしたらいいのかっていうね、<え>ところをよく分かってる方だと、私は思いますけどねただ、惜しいのは、やっぱり埼玉にしろ、まあ、神奈川地方もそうですが、財源がない、お金がない、<ー>財務省なんとかしろよっていう。いうことですよね、えー、この市議情勢にもまだ渋るかと、はいえー、例えばこんなメールも来てますね、28歳、パート、立川市の。 えー、米を売る猫さん、女性の方です。えー、飲食店に食材を卸す会社でパートで働いてるんですが、昨日上司に、業績が悪いから5月末で自主退社してくれと言われました。他者に苦しいのはわかりますが、最初の頃は雇用を守る解雇はしないと言ってたのに、ならば自主退社でというのはあまりにだと思います。それであればせめて6月末まで助成金などの申請をしてほしいです。退社の提案の時点で断りましたが、緊急事態宣言も延長されるようですし、今後の生活不安が募りますと。 いただきましたいやあ後でなる絶対に自己都合ではい対、えー、していませんよいけない、うん、あのーねあのーそういう、えー、保険もらえませんからねそうなんですよね、えー、失業保険だとかねそういうところの条件が変わってきます解説ごずさてみてくださいやめるんだったらうーん、えー、このまあ,あ雇用についてなどね、えー 今週は7時26分過ぎのゾーンでコロナで潰すな店と生活ということでいろいろな取り組みについてご紹介していきます明日は持続化給付金と無利子・無担保融資についてです明日もぜひお聞きください今日もたくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございました,ましたお送りしてまいりました OK! 日本放送オリジナルタオルマスク3人の方にプレゼントです神奈川県秦野市吉川光博さん千葉県印西市田中隆さん東京都北区大関春夫さんご当選ですおめでとうございますおめでとうございます えー、明日のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸さんです、えー、今日はジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、須田さんありがとうございました最後の、ね、メールをご紹介しましたけれども、はい、あの自己都合での退社をこう、ね、パート先から言われたと、えー、須田さんのアドバイスは自己都合絶対だめだと、えー、お辞儀最高のアドバイスと生草坊主さん、ツイッターなど、結構ね、ここのところっていうのは重要ですよね。ええ でその方がね、はい、あの会社側にとって負担が少なくになるんですよ、うん、その間再就職しちゃうと、はい、え会社保険料、保険というか、失業保険払う必要なくなっちゃいますからね、えーえー、負担する必要なくなっちゃいますから、うん、でもこれはまあ労働者にとってはあるある意味、ある意味というか、完全に権利なわけだから、この権利の行使を不当に妨げるというのは、これ、よくないというか、会社都合なんです翌日か、翌日からもらえますからね。 ここはちゃんとね、えーえー、いやありがとうございますこういうこうね、えー、メールもおいただきましたあのー、ね、えー、いろいろ悩んでることなどありましたら結構メールでねみんなで共有するとこういったいろんな知恵が出てくると、うん、いうこともありますんで C O Z 工事アットバック一二四二ドットコムまでお寄せいただければと思います増田さんあのー、ゴールデンウィークが明けてもね、えー、自粛がこう続く特に東京など関東はまあ今の状態が続くことになる可能性が 高いですかねそうですね、あの、特に東京の場合はね、そういうケースになるんじゃないかなと思います私なんかずっと、えー、毎日ビデオで、阪神の勝ち試合を見続けてると。そうですね、気持ちが上がりますね。えー、<laughs> 須藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ